はい、こんにちは。カメラマンの村誠一とバニーです。いかがお過ごしでしょうか。今回はですね、新宿御苑行って、まあ、家内のね第2弾っていうか後編の撮影に行ってきたんですね。でその時にですね、まあ、家内をモデルにしてポートレートの撮り方も今回やってみました。久しぶりだったんでね。でそれポートレートってこうやって撮ったら綺麗なんだっていうことで、まあ、今回話をしてるんですけど、撮り方とかねそういう内容に関してはこの間メンバーサイトでライブ配信をした時にメンバーにね詳しくね光の境目とかどういう場所なんだとかどうしてこういうふうな出方をするのとか細かく質問をね、されながら、今回やってみました。分かりやすく質問に答えてね。で今回のポートレートの撮り方に関しても光はどういうとこなんだとどういう場所でどういうふうにこうやって撮れたんだとかで、まあ、今回はねレフっていうのが使えなかったのでレフをじゃあどういうふうにこうレフ代わりにしたのかっていうのも、まあ、メンバーサイトではまあ、細かくこうやってるんですね。これからねあと家内が撮った写真を見ながら、まあ、解説をこう見てもらうんですけど今回ね、まあ、メンバーサイトを限定になったんですけど、まあ、作品集をね発売することになりました。でその作品集っていうのはメンバーと共有する作品集なんですね。自分はその見開き単位を皆さんにね推奨して見開きで左右の組写真をやりましょうと多い方は4ページをね、まあ、購入していただいた方もいるんですけど日曜日の朝ね発売したところもうあっという間に完売してしまって、まあ、本当に少し増ページをしてさらにでそこでねその中でその、まあ、メンバーサイトの中のライブ配信中にね、まあ、最優秀賞とか優秀賞を出したら出してもらえないんですかみたいな話になったので今日ですね商品をね提供してもらえることになったんですね。優秀賞と最優秀賞またいろいろ考えているんですけど今回のねこの、まあ、動画の中にさらにこうこのライカの M10R なこれはM10 モノクロームなんですけどこのここにですねこのキャノンの 50mm ですね。 50mm とね100マクロとね 35mm とかいろいろね試してみたところライカのこのカメラとそのキャノンのね EF レンズが非常に相性がいいってことが分かって、まあ、皆さんにねこうやって見てもらえばねもうはっきりすると思うんですけどとにかくね自分的には非常にいいかなと。で EF のこの50に関してもめちゃ良くてね 1.2 でこの、まあ、描写っていうのかなノクチルクスの描写って考えたらね今度はそのキャノンの場合はもう周辺まで全部改造するっていうレンズの違いではあるんですけど、まあ、自分は実際これを、まあ、撮ってみて思ったことっていうのはねこれ実際こうフィルターがついてるんですよね。これ ND フィルターなんですよ。で ND フィルターってこれ簡単でこう回すとここをねここを回すんですこうやってほらこれ分かりますかねここをね回すんですこうやってこれは外側のリングはねこれはその倍率を合わせるんですよ。これ外側のこの丸いやつっていうのは倍率を明るくしたり暗くしたりとかっていうリングをそのレンズに装着するとこですね。でこれが少し硬いんですけどまあ硬いぐらいじゃないけどね外れちゃうからね怖いんですけどこう見てわかりますかね。こう回すとこうレブリミングになっててこれでレンズにこう簡単に装着できるんですよね。で簡単にこうやって装着できるんですね。でここのところっていうのはここにあるこうレバーですね。ここに出っ張ってる分かりますかねこれ出っ張ってるのちょっとこうここに2箇所あるんですけどでこれをねこう回転させることによってその明るさが調整できるからライカにキャノンのレンズつける時っていうのは EF レンズだともう絞りは固定で 1.2 これ 1.2 の開放でしか撮影できないんですよね。絞ったりすることができないのでじゃあそこでこの回転をすることによってこの回転これを回転することによって露出がこう変わるんですね。すごく便利で明るくしたりとかこうやって回転するとちょっとね分かりにくいんですよね。でこれは使いやすいところの自分がここに
まあ、ここのところ使いやすいように回転して、あの自分がやりやすいところ上にしたいときは少し回転させて上側でやるとか、こういうふうにやるんですよね。でこれを使うことによって昼間ね 1.2 だともう取れないですよね、明るすぎて絞りがもう効かないので。でもこの 1.2 これをやることによって、この EF っていうのが非常にこういいこう流れになったんですよね。で自分は今回ね、その、まあ、前回も話したと思うんですけど、この 1DX Mark III の描写がすごくいいなっていうことで、まあ、今回ね、あの作例で見てもらったと思うんですけど、でこのやっぱり Mark III っていうのが、まあ、自分的には、まあ、非常に小気味かなと思っちゃったんですよね。やっぱり思っちゃったっていうかね、今までこれをずっとR5 とか R3 で使って、やっぱり実際こう使ってみると、この 1DX のこの音、このね 1DX Mark III はですね、やっぱこの音なんですね。ほらどうですかこれで撮ってて、この感じがねやっぱいいですよね。このどうですかこれ、これはねやっぱりその R3 とか R5 ではこの感じは出ないですよね。ただ重たいですよ。でも自分はこれ慣れてるからこういう構え方するんですよ。ってでこの感じを要するにそのマクロでね、このマクロを使って M10R ですかね、これに、この M10R にマクロを使ったりして、まあ、あと 35mm 撮ったりとかねしてね、撮ったんですね。で今回はこの、まあ、Mark III を使って35mm とあと 85mm ですね、あと 24mm、 この3本を使って全て開放で撮ってるんですね。でこのやっぱり開放っていうのがズームにはないんですよね。やっぱりズームにはなくて、この EF ってね、やはりね自分はもうすごい完成されたレンズだと思うんですよね。でやっぱりもう長年キャノンがこれに対してやってきたことで、やっぱり描写は完璧ですよね。それで、まあ、自分が思ったことっていうのは、そのキャノンの 35mm を撮るとライカのアポズミクロンでね、マクロ撮影っていうんだけど、実際そこのところまでそのキャノンのこの 35mm ってもうそこのところまで寄れちゃうんですよね。もう本当にもうギリギリまで寄れてしまうから、でこの開放の F 値の明るさによって描写がもう全然違うから、その、まあ、今回のね家内を撮ったそのポートレートを見ても分かると思うんですけど、 35mm でも背景がもう思いっきりボケて、手前のボケなんかもすごくいいのでね、やっぱりそのポートレートにはやっぱり適してるんですよね。でこういうレンズを使うことによって、その、まあ、良さがポートレートの良さも出てくるんですよね。でこれはまあね、メンバーサイトの中でじゃあどういう光でどういう選び方をしてるかっていうのは事細かくね質問も受けながらそれでやってるので、まあ、もしよかったら覗いてみてください。あ、メンバーの方にもね、まあ、いろいろこう今後のことも考えて、でその作品集も作ることになって、先ほど言ったんですけど、まあ、その中で、まあ、この、商品っていうかね、これなんかももう提供してもらうってことになってるので、まあ、優秀賞と最優秀賞3名の方ぐらいになんかこういう形でできればなと。で他にもねまたいろいろちょっと相談をしてみたりしてるんですけど、まあ自分はその今回のこの作品集に関してっていうのはね、皆さんにぜひ見てもらいたいんですけど、そのやっぱり印刷技術のもう最高の印刷をここでこう体感してもらうってことですよね。で自分はそのライカで、まあ、写真展をやる時の、まあ、ことを考えた時に、昔はねもうプリントの時代だったんですよね。でプリントでバラ板紙にプリントしたりそういう時代だったんだけど、時代が変わってね、まあ、デジタル社会に変わってくると、もうそのデジタルでイコールプリントもデジタルでするっていうような、まあ、方式になってきているので、まあ、インクジェットとかそういうのもあると思うんだけど、まあ、自分は最先端の今印刷でその皆さんに体感してもらおうと思ってるので、まあね、そのメンバーサイトだけなんですけど、できたらねこれを皆さん見てもらうと、その印刷のすごさ、俺が言ってる、まあ、自分はね印刷に関してはもうかなりこう詳しいので、その今回なんかもねに使うのにも紙もね何種類も
使った写真をね、カラーだったらどうなる、モノクロだったらどうなるっていうそのテストも全部してね、それを皆さんにね、今度は作品集としてそれをこう見てもらうと。でそれによってね、参加していただいた方はね、自分の写真が今までのインクジェットではないことを体感するのはもう間違いないです。これはもう自分が印刷で自分がやってみて思うことで、自分でもね すごいと思うところをね、やっぱりその皆さんがね、その、まあ、今回参加してくれた方はね、もうすぐにこう、まあ、申し込んでくれたわけだけど、まだね時間があるので、これに関してね、もっとあのなんていうのかな、緊張して良い作品をもうちょっとあるので撮ってね、それでトライしてみてほしいと思ってるんですよね、自分はね。でやっぱりそれによってあの自分が後悔のないように、でそれを、まあ、ポートフォリオですね、まあ、自分の時代っていうのは、なぜその、まあ、今回の作品集の話をしたかというと、その作品集っていうのは結局その最終的にプロに目指している方とか、そういった方にとって、その個展っていうとそこに来た人しか見れないけど、まあ写真集になって、作品集になるといろんな方が見てくれるし、でやっぱりプロになる時っていうのは最終的にはやっぱり印刷物なんですよね。でポスターだったりとか広告の、まあ媒体もそうですけど、まあそういうことも含めてね、やっぱり印刷物でどのくらいこの人がこう評価できるのかっていうのも見られたりするの で今回のその、まあ、どういう描写なんだっていうことがよくわかると思うんですよね。でカメラホリックでもそうなんですけど、まあ、今回の中でね M8 で撮ってるんですけど、 M8 でねあれだけのこうね1000万画素でもあれだけの大きい雑誌で、まあ、全然描写を耐えてるっていうことを考えていけば、そんなに画素数がねその大きくなくちゃいけないってことはないと思うんですよね。それでまあ自分が思ってるそのいろんなことを、まあ、考えてみて、だ自分はそのじゃあアポズミクロンで100万円のものじゃなきゃいけないのかじゃなくて、やっぱりこういうあの EF レンズでね、じゃあどこまでいいものができるかっていうことで、自分はねいろいろこう試してみて、自分の可能性をこう最終的な自分が作品として出す時のあのジャッジってのは自分がこういうふうにしてるんですよね。昔からそのかなりその自分の中で YouTube だからこういうことしてるんじゃなくて、実際自分もねありとあらゆる現像方式とかフィルムを使った時にどういうのをフィルムを使えばいいかとか、現像液はどれがいいかとか、そういったことも全部いろんなことを総合してやってきた結果が俺は今につながってると思うんですよね。でこう YouTube をせっかくご覧いただいてる方にね、やっぱりそれをより体感してもらってね、そういうふうにこうできるっていうのはなかなかないと思うんですよね。で多分みんなガジェット系でそのどうしたらこのカメラはどうなんだとかっていう話はあるんだけど、じゃあ作品をどうするんだって、印刷に適したものを作るのはどうするんだということがね、実際にそのね体感してもらうっていう意味では、まあ今回の企画っていうのはもう俺はもう最高だと思うんですよ。だって皆さんが撮ったものを提供してもらって、それが今の最高の印刷にかかった時に、自分が今までインクジェットでプリントしてたものがどうやって変わるのか、それであの中にはねレタッチ希望って人がいたら、自分がレタッチしてね、じゃあ野村にレタッチしてもらったらどういうふうに変わるのかとか、そういったところもねその体感してほしいと思うんですよね。それによってまたあの何本もこう先に進めると思うんですよ。あ、そうか、自分はこういうこと気づけなかったなとか、こういうふうにやることはできなかったなとか、で自分がこうやってるこのレンズにそうしても、まあ、こういう ND フィルターを使うにしても、結局こういうことっていうのはね、あの可能性を見出さなきゃいけないわけですよね。 1.2 でもう感度なんか下げられないから、明るいとこではもう不可能なんですよね、撮影が。でもこういう ND があること、これを利用することによってこう作品が可能になるってことも、まあ当然ねその分かってなきゃいけないから、それによってねそのレンズをどうやって駆使してどうやって使っていくかっていうことも、まあ、皆さんがねぜひ体感してほしいと思うんですよね、印刷も含めて。で今回はね、まあ、そんな感じで、これからちょっと家内との、まあ、なぜ撮ったかっていうのをやり取りをちょっと見てもらってと思ってます。
で、今回ね、ちょっとこう、少しもやっとしてるのは、フィルターにね、ブラックミストがついていたのをちょっと忘れてしまいました。別の撮影で使ったので、人物撮影の時にはブラックミスト使うと、この柔らかさが出るので、ワイドの時でも、硬く出なかったりするんだけど、風景だとちょっともやっとしてるよね。まあ、でもね、初めてのキャノンだったので、その辺はちょっとよくわからない。よくわかんない、撮ってる方はわからない。つけてもつけてなくてもあんまりよくわかんない。つけてないことがやったことないというか、キャノンのカメラを使うのが初めてだったので。ああ、だからね、まあ、しょうがないね。でもこれなんかはすごく影の生かし方とか、まあそのもやっとしてる部分はね、これはもう差し引いて考えたとして、まあ光の使い方はすごくいいと思うよ、これは。まあだから前回のことを考えたら、やっぱりキャノンのが合ってるのかなって気がするよね。じゃあ次回またキャノン、これなんかもっといいよね。このほら、なんかトンネルからこう見てるみたいな感じでね、こうなんかいい感じだね、手前が。そうですか、これはすごくいいと思うね。この抜け感、これがね、まあブラックミストがなければもっとクリアでパキッと出て、もっと気持ちよく出たので、これはちょっと俺の反省点で、まあ、これをちょっと確認しなかったのがいけないけど、まあでもいいんじゃない。これはこっちの方がいいよね、こっちと比べるとね。結局こっちの方がいい。いや、こっちよりこっちの方が面白い。ああ、同じ松の木のトゲトゲ、結局ほら新宿御苑っていうのはほら割とこうポピュラーだから、誰が見てもね、ポピュラーだから、その面白さって意味で考えたら、まあこうやって撮った方が面白いよね。個性が出る、個性が出ると思う。これはすごい良かったと思うね。で、次のこれもね、まあちょっとブラックミストがあるってことを差し引いてね、ちょっとフォグがかかってしまう。これブラックミストってね、ちょっと柔らかくするためにフォギーになるのよね。ちょっと霧がかかったみたいになっちゃうけど、まあでもこれはすごくこういい雰囲気なんだけど、まあ俺なんか考えると、やっぱこういう枝がね、こういうのも邪魔だって感じがするよね。そこがちょっとまだね、未熟ですね、見た目がね。そう、なんかね、どうしてもここが気になってしまう。だからそのほらポートレート撮った時の写真なんかと比べると、そのまあ、もうちょっと寄って、葉っぱに寄って枝が映らないようにして、葉っぱの透け感、まあ選ぶところがね、ズームでこれ超ワイドにしてるから14ミリぐらいで撮ってると思う。いっぱい入ってしまうから、ここのこういう部分だけをこう撮るとかね、この部分だけを35ミリぐらいで寄るともっと良かったと思うんだけど、まあワイドって面白さでね、全体を入れちゃうから、その何でも入れたくなっちゃうんだと思う、多分。ズームを渡すと何でも入れたくなっちゃうってところがあると思うんだよね。まあここだけ気をつけていけばいいと思うね。はい、で、これはまあ少しさっき言ってるより近寄ったのかもしれない。ただまあこれはまた木が違う、木のところから。だよね。撮ってみたんですけど、黒い部分が多すぎますね。いや、そんなことないよ。これは例えば、まあ、文字を入れたりとかね、全然そのなんていうの、多すぎるっていう意識はなくて、これはこれでいいんだけど、一つこう言えることっていうのはさ、これ NTT のさ、ビルがほら、ここ隠れてるじゃん。じゃあもうちょっとずれればよかった。そう、もうちょっと左にずれて、ここにパキッと出してくればいいと思う。こういうのがね、枝が途中にかかってんのはいいけど、こうちょうどこうと、ね、先端のところと、そう、かかってると、そうするとじゃあこれ取れなかったのかって言って、これちょっと左寄ればいいわけじゃん。左寄ってここに出してくれば、もっとこう主題がはっきりしてくると思うんだよね。このまあ光はね、まあしょうがないんだけど、ここにあるからね。でもこれでも例えばもっとこういう黒いところにこの太陽の位置を持ってってしまえば、隠れちゃ、目立たなくなっちゃうんだよね。で、こういうとこ気をつけてもいいと思う。はい、これね、これはどうしたのかなっていう感じです。どうしたのかなって。でもここで
あのほらポートレート撮ったからね、この光で撮ったわけだから、ポートレート、うん、この中に俺が入ってって撮ったじゃん。でこれなんだけど、同じ場所なんだけど、場所がねちょっと違うだけで、まあこっちはね、まあフォギーがかかっちゃってるからなんだけど、同じ場所でもこうやってそのなんていうのかな、ピントを合わせないで、これは35ミリで開放で撮ってるから、開放で撮ってると背景がこういうところが奥までピタッと映ってないけど、こっちは奥はボケてるじゃんほら、うん、こうやってそのピント絞りを開けることも覚えておくといいと思うね。絞りを開けるとこう余分なものが映ってこないっていう、見えないわけ。同じところなんだけど、こう見えなくなるじゃんこっちって、ほら。だからこれだけでも違うわけじゃん。で、まあ35、こっちは35ミリで、まあ単玉だから 1.4 で明るい、レンズが明るいから、手前にこうあるところまでボケちゃうわけよね。うん、35ミリでもこうやって手前に、これもそうなんだけど、これボケてるわけじゃん。で、これを、まあ、レンズを35ミリで使うことによって、この、広角なんだけど、望遠効果っていうか、うん、こういうのも覚えておくといいよね。うん、でそうするとこの開放で、この柔らかい光で撮ることが可能だから、うん、ほら35ミリでもこれだけ寄ってくと、うん、もう望遠で撮ったみたいじゃん、うん、実はこれワイドレンズで撮ってるわけじゃん。ワイドレンズで、そう、髪の毛の光と、あとこの辺にピントが、ほら位置が近いところはピントが合うけど、それより先はボケてしまう、うん、でこれは開放で明るいワイドレンズを使うと、開放で明るいワイドレンズ、うん、使うと望遠効果もあるってこと、うん、近くで、うん、なんかその広角だとね望遠効果ないってよく言われてるんだけど、うん、そんなことないでしょ。これ見てわかると思うね、うん、これだと35ミリで、ね、こう開放にすることによってボケが生じるってこと、うん、まあ、これを覚えておくといいと思うよね。そうですね、うん、そうすると良さがこう、うん、ま、これはじゃあ開放にしなかった、私の。これはもう絞っちゃってるから。絞っちゃってる。うん。だから奥までピントが合ってるじゃん。うん、そうだね。もうバチッと合ってるでしょ。開放だとその撮りたいところだけ、ピント合わせたところだけが合ってるから、うん、雰囲気が出る。雰囲気が出る。うん、まあこ、まあ、絞らず開放ね。うん。開放で撮るとほらこういう風に、うん、同じところでも、うん、こんだけボケるから、うん、柔らかさが出てくるじゃん。うんうん、でこれっていうのはその絞るか絞らないかってだけなんだよね。まあでもこれズームだから、こう明るさが28のレンズだから、こっちは14だから、やっぱりそのボケ味が変わるから、まあこういうレンズも試していくというよね。今度うちなんかはレンズいっぱいあるんだから、どれでも試せるわけだからっていうことで、まあ次に行くと、これなんかもうさっきの同じ場所じゃんね。これ人物で同じ場所じゃん、ほら、うん、同じとこでしょ。これ結局背景のこう道がボケてて、うん、こんだけこうボケてるんだけど、まあ、枝がちょっと黒くて、まあ葉っぱとかも黒い部分が重たい感じになっちゃう、うん、重たい感じになっちゃうんだよね。涼しいイメージはなくなりますね、うん。だけどこう開けていくとこういうほら柔らかさが、これポートレートだからこの良さがあるんだけど、だからそのポートレートだと同じワイドでもこういう単焦点レンズを使った方がより明るいから、背景がほら道なんか見ると分かるじゃない、道がこうボケてるじゃん、この道がボケちゃってるじゃん、まあ、こういうことも覚えると、あのよりこうなんていうのか良さが出てくるよね。でこれもそうだよね。で俺だったらやっぱこういうところがあるじゃん、ほら汚いじゃん、うん、これこういうところは外して、うん、まあ、少しこう下げるとかね、うん、この辺カットするとかいうふうにして、うん、こういうところも見るようにするといいと思うの、うんうん、意外とこういうとこ見ないんだよね、うん、だからもうちょっと寄るか、うん、上側にこうカットするとか、うん、そうするとこれが邪魔になったりするじゃん、うん、あ、だからもうちょっとこうあの画面をこう切り取り方を変えるといいよね、うん、これやっぱこういうところっていうのが
あのなんて素人初心者の人っていうのはこういうところを平気で取っちゃってるんだよね、うん、やっぱり色をあのごちゃごちゃさせないってことも重要だから、うん、まあここも気をつけるといいと思うね、うん、まあこれも悪くはないんだけど、もうちょっとコントラストをつけて撮っていくといいと思う。これはそんな悪くないけどね。こういうのもあの開放で撮ったりした方が良かった。まあ開放で撮ると、うん、例えば手前のこのところだけにピンと合って、うん、後ろはボケてくる。まあこれはね、うん、あの用途によるね。これは、うん、じゃあこれがじゃあ不正解かあったら、これはピントが後ろまで合ってるけど、うん、これはこれで綺麗だからね、うん。うん、これは悪くないと思う。まあ、あと好き好きとかそういうところ。うん、好き好きっていうか、あと使う用途によって、もう全然変わってくるから。うん、両方撮っとく。うん、両方撮っとく。うん、うん、そういうふうにこう、あとは寄って撮るとか、うん、手前だけにピント合わせるとか、うん、あのそういうピントの合わせるとこ違って、うん、何枚か撮っとくといいよね。うん、全部ピント合わせてしまうと、うん、まあパンフォーカスってない。いい面があるんだけど、うん、でも何でも映りすぎるって意味ではまあつまんないんだよね、うん、まあそこなんだよね。次これ、うん、これはどう。これはちょうど光が当たってたからいいかなと思ったんだけど、うん、ちょっとうるさいですね。うるさいでしょこれ。うるさいですね、うん、結局これもまあ絞りすぎてるってこともあるんだけど、まあ、これそしたら、開放でもうちょっと暗く撮ればもう少し暗くっていう か開放にするとこういうピントが外れてくるじゃん、うん、さっきみたいに、うん、これはもうマクロだから、うん、要するにまあボケるわけよ、うんうん、で全体に下がって、これもだから設定が、うん、多分自分で絞りはあの開けてなくて結構絞ってるから、うんうん、だからそこも気をつけた方がいいと思うね、うん、でやっぱこの手前のこういうところがやっぱすごいうるさいから、もっとこれだけに寄るとか、あの気をつけた方がいいよね。でここの2つがあるんだけど、これもまあ余分ちゃ余分なんだよね。まあね、3つ並んでたからどうしようかなと思って、うん、でもなんかちょっと中途半端だったんで右側が、うんうん、まあ、いらないかなと思いつつ、まあ、そこでシャッター切っちゃいました、うん、まあ面白いからね、面白いからこの、まあこれはありなんだけどね。で次のこれっていうのは、うんうん、俺はこのこれも実際あこれもいいなっていうふうに思ってみたんだけど、うん、でもこれってさ、なんで絵になんないかなってこう自分が考えるわけ、こういう時って、うん、なんかね形が良くないんだよこれ。まあハート型してるんだけど、うん、まあハート型ってまあ完全にハート型になってるんだけど、うん、もうちょっとこうこれが細長いとか、うん、なんか面白さが出てくると思うんだよね、うん、例えば俺だったら、うん、こう細長い、まあこれちょっとピンクでね、赤じゃなくて色がこう淡いやつなんだけど、まあこれを俺は選んでて、うん、まあ背景がこう重なっててね、本当はここしょうがないんだけど、でもこの位置からするとどうしても後ろ側にあるものがここに重なってしまうっていうそのデメリットはあるんだけど、まあでも角度的にはこれがまあ自分的にはベストで、このボケもそんなに悪くないかなっていうふうに判断して撮ってるんだよね。で本当はこういうのも全部ピントをビシッとこう合わせるのもいいんだけど、うん、こういう風にしてここの部分だけピント合わせて少し柔らかくするっていうのも、うん、まあ自分的にはいいかなっていう風には思ってんだよね、うん、こういうのもそうじゃん。ここにじゃあピント合わせるときはどうするかとか、こうじゃあどことどこにピント合わせてどこをぼかすかとか、うん、そういうのも瞬時にして考えるんだよね、自分はね。こういう風にするといいと。これは何撮ったの。これはなんかちょっとあの変な葉っぱみたいなのがあって、その、うん、まあ上の部分だけ、その下の部分は撮らないで上の部分で、これ花なのかな。なんか根っこなのかね、なんか、うん、なんとかカツラみたいなね、俺が撮ってた、うん、あの。カメラフォリックで撮ってたあれと似てるんだけど、でもそれとはちょっと違うみたい、うん、これはあれは上から吊る下がってるからね。これも上の方にあった、上の方にあったんだ、うん、
で下の部分が根っこじゃないかと思う、この暗い部分が。ああこれがね、うん、でなんかこう葉お花なのかがこう上にちょうど季節だと思うんだけど、うん、2つぐらい隣にものがあって、うん、そういうことなんだね、うん、こっちはね、こっちは面白いと思う。なんか、うん、これもなんかね、剥き出した根っこなんだろうと思う。これもなんか太い木ぐらいの太さがあって、うん、それが2つ並んでて、これ左右、うん、あのちょっとあこれがね、うん、2つ並んでるんだよね、右と左で、うん、でそれをちょっと多分斜めから撮ってると思って、うん、本当はね、うん、本当は手前にピント合わせるのセオリー的には右側に、右側の こっちがでかいじゃない、うんうん、だけどこれって手前が少し暗いから、うん、そうなんだよね。奥にね、奥にこうピントが合ってるって意味で考えていくと、うん、これは別にそんなにね、こうなんで手前にピントが合ってないのかなっていう感じは俺は受けなかったから、うん、まあこれはまあ意図的にやって、うん、まあこういうやり方もあるかなと。手前が暗いんだから、うん、でもそのね、この異様さっていうか、こういうのをうまく表現してるっていう意味では、うん、まあ俺はまあベストだというふうには思うけど、うん、次のやつ、うん、これなんかはね、うん、すごくいい撮り方してると思う、うんうん、うまくこう手前と奥、うん、とこう対比をか、うん、まあだからすごくそこはよくできてるから、これなんかもねいいと思う。これ似てるのがね、うん、もう一個あったけど、それなんかそれはその後ろだと思う。あ、これ。これだね、うん。うん。これなんかはどっちかというとこっちの方がこうなんか面白い感じするよね、うん、こっちと比べると、うん、こっちの方、まあでもどっちも悪くないけど、まあでもこの後ろのね、後ろのがね、うん、面白いからね。これはなんか、うん、でもだいぶこうなんていうの、フレームの取り方が上手くなってるよね。キャノンのが合ってるのがきっとね、まあ、まだまだですよ。これもキャノン初めて手にしたんだから、うん、これがね、これがね、なかなか良かったと思う。これで光が差してた、うん、ここだけ、うん、で、しましまの葉っぱで、うん、まあどうなるかなと思ったら、これ開放で撮ったのかな、うん、これはなんかそれっぽいね、うん、少し後ろが撮ったのかなってよく分かってないという。でも周りこれだけ引いて、具合にはここはボケてるから絞り合えてたんだろう。もう一枚あるんだけど、こっちの方がベストだね。ここの感じが、この感じがすごいよく出てて、こことここが、でこのここが浮き上がってて、なんかこう植物というよりね、なんか動くなんか変な虫みたいなとか、得体の知れないなんか生物に見えるなっていうのがあって、うん、俺はすごいいいと思うけど、これはね、これ見てる方がどう思うか分かんないけど、これなんかはもうすごく成長してる感じがする。そうこれは光をねちょっと意識してる、光も意識して、うん、ほらこっちもそうだけど、うん、ほらどっちもいい写真だこれね。あ、そう、うん、この違いが分かってくると写真の面白さがさらに分かってくるから、この2枚はねもう本当いい写真だと思う。俺は好きだね。俺はこれは気がつかなかったもん。これ同じ温室歩いてて、もう出口のところ、うん、もう本当に出口のところ、そう、これを気がついてない、あれこんなのあったんだって、こうちょうどね日が差してたから、うん、まあね、うん、まあ俺のスピードってすごい速いから、同時に入ってって出てくるときは外で俺がもう20分ぐらい待ってるみたいなことが起きて俺は外で相当待ってたんだけど、まあパーって見てこう瞬間で判断して撮ってっちゃうから、そこのまあそこは早いと思うんだけどね。これはちょうど水をまいてて、ここの、うん、水滴があるからね、これ、うん、係の人が、うん、ここにも水滴がついてて、うん、そうそう、だから水滴があるからこれ面白いね、うん、これは綺麗だよね。
まあこういう水滴みたいなのがね、もっと本当こういうところについてればいいんだけど、ね、それは微妙だって、もうだって温室の人に水をお願いしますっていうのも失礼なの、こういうところにもね水があったりすると、うんね、流れちゃってもね、流れちゃって、これだからまあここはね、まあ、偶然っていうのと自分だったら水滴、うん、ね、うん、水滴かけたいとか雨だったら自然にあるだろうけど、まあ、実際触っちゃいけない、水をかけちゃいけない、うん、いろんなことがあるがまんま取らなきゃいけないってことを考えたら、うん、まあでもこれはよく取れてるし、この水滴なんかもよく出てるから、まあキャノンの描写がいいってこともあるね、うん、このほらこの辺の水の感じがすごくいいからね、まあでもすごい成長してると思うよ。そう、うん、全然時間がまたないからさ、うん、これだってすごいいいじゃん、すごい整理されてるじゃんこれほら。で背景の葉っぱっていうのが、ああこれ開放で撮ったの、ね、うん、これは背景の葉っぱっていうのもね、こうまあいい位置に背景ボケになってるよね、うん、それでこういうのってね、ありがちなのがいろんなものが入ってきて色が余分になってることが多いんだよね、うん、2色になる、ね、そう紫とグリーン、うん、でもこれはすごく完成度高いと思うよ、うん、ピントもほらなんかちゃんと、まあ、ちょっとこの辺がね、茶色い葉っぱとか真ん中がね、うん、ここがなんかだけど、こういうとこね、うんうん、でもこれはしょうがないよ、もう自然なものだからね、でもこれはね非常に良かったと思うよ、うん、これはすごい完成度高く、うん、この写真といい、この写真といいね、これに関してもね完成度がすごい高くなってる、うん、なんか急になんか目覚めたんじゃないのこれ、頑張ろう、なんかねうまくこう出てる、まあもうちょっとこっちが切ってもいいのかなって気がするけど ね、こっちがこう、うんうん、なくていいかもしれない、このくらいで切っちゃっても、うん、そうするともうちょっと寄るとかね、こうすると背景の整理はめちゃくちゃ良くなる、うん、これなんかすごいよ、ほら綺麗に撮れてる。ああ、これね、外で撮ったやつ。うん。このほらこういう風にね、うん、ここだけに光がすごい当たってると背景ってさ、うん、整理しやすいんだよね。うん、それはその、うん、まあそれがこういうのも含めてね、よくできるようになったこれが、うんうん。まあできるようになったっていうか自然に撮れるようになったんじゃない。うん、まあもともとね携帯で撮ることが慣れてるから、まあ。そういう意味ではね非常にいいと思うよ、ほら整理の仕方が余分なもの入れない、うん、それでいてちゃんとこうフレーミングがしっかり取れてるっていう意味では完成度高いと思う、すごくまあ上手くなってるよ、もうおーって感じ、本当に上手くなってる、これびっくりしちゃった俺あなかなかいいとこ取ってんじゃんって、前は何を取ってたんだって言ってたけど今回は違うよ、うん、まあこれはね水滴の問題があるとしても、でもねかなりいいと思うよ、これだってうまく撮ってるよね、これのまあもうちょっと寄ったやつもあったけど、まあこれがちゃんと綺麗に入ってるから、うん、まあピントもしっかりしてるじゃんこれ、うんうん、しっかりピント合ってるじゃん、で背景がちょうど暗いところを、うん、で撮ってるから、こう葉っぱがちょうどここだけ光が当たってるといういい場所を探したと思うね、うん、まあ今回は上出来なんじゃないの、うん、本当ですか、じゃあまあちょっとますますだ次キャノンでまた、うん、また絞りと開放のその違いとか、うん、やっぱりレンズを少しこう変えてみるとかして、うんうん、そうだね、まあ、今回2つのレンズを使ってみたんですね、うん、マクロとズームと、うん、だ今度は単玉で単焦点レンズで開放でいかにボケるかっていうのをやってみればいいと思うね、うん、今回ちょっと俺がミスしてワイドにはブラックミストつけちゃったから、うん、クリアさが足りないってこともあったから、次回はその単焦点レンズで、うん、明るいレンズだとね50:1.2とかだとどういうふうにボケて、うん、どういうふうにできるかっていうのをやってみると思う、だから 35mm と、まあ、1.2 ぐらいの両方ね50:1.2とかを、うん、まあ、試してみるとよりこの写真がよりこう際立ってくるから、うん、例えばこういうとこだけピントを
この先端だけ合わせると後ろがぼやーってして、うん、もっとこう幻想的になったりとか、うん、柔らかい感じ、うん、柔らかくなるから、うん、これはねピントビシッと合ってるから、うん、これはこれでいいんだけど、まあでも 1.2 だと本当にここだけピント合ったりするから、うん、ここだけ合うから、うん、で後ろこの辺は少しボケたりとか、うん、例えば斜めに構えるとこことここだけにピントが合ってるとかね、うん、ここの部分とここの部分だけピント合わせたりとかすると写真がより良くなると思う、うん、これなんかももっと変わってくるから ね、 そうね、うん、まあでもすごい良くなってるから、まあ、前回のリベンジはできてるんじゃない？そうかな、うん、できてると思う。まあちょっとあの今回初めてキヤノンのカメラを使ってみて、まあまた次回頑張りたいと思います、うんね、だからみんなありがとうございました、うん、見てる方にもねよりこう成長してるところを見せないと、うん、 ね、それで皆さんに早く追いつくように頑張ります、うん、そうだね。そうしていてもこの辺はでも俺はもう相当レベル高いと思うよこれは、うん、俺が見て、あ、そうですか、うん、これなんかうまい、これもうまいから、これもうまいよ。これなかなかねこういう風に初心者の人が構図でうまくできるってことはなかなかないから、まあうまいと思うから、うん、まあ次回が楽しみになりましたね。はい、またよろしくお願いします。はい、それでは今回は皆さんいかがでしたでしょうか。リベンジ後編ですけど、前々回は、時間がなく1時間であっという間でしたけど、今回は少し3時間ぐらい余裕があったんですけど、まあ最初に見せたようにカナエにポートレートでモデルになってもらったので、今回はねこうやってモデルになって、モデルの動きでもモデルの動きうまいよね。そうですかね、うん、いや全然だって棒立ちじゃないもん、ちゃんとこう手の使い方とかほらちゃんとねしてるもん。やっぱここはね動きはすごくいいと思う。でやっぱりこの開放の単焦点レンズのこの使い方を覚えていくと、うん、写真がもっと面白くなると思う。開放のレンズの使い方を、うん、ぜひね、うん、はい、まあ、そんなことで、まあ、今回は大成功でした。ありがとうございました。パチ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 はい、いかがでしたか今回の。かなりねそのカナエの考え方で、カナエもねいろいろこう撮影してみて思ってることっていうのは、まあもっとねそのカメラのことを知りたいっていうふうに最近は言ってるので、カメラの使い方、やっぱりその光の使い方、レンズがどうやったらあの描写が良くなるとか、だから絞るとかね、そういったこともなかなかこう分かんなかったりするわけですよね。でまあ家内と話してて、その例えばまあライカ Q2 でね、あの矢印プラスマークのところが緑色になったらピントが合ってるんだよって、そのことも結構知らないわけですよね。なぜかって言ったらそれはねもう iPhone でやっぱり慣れてるから、 iPhone でやってそうやったったらもうピントはそこで合うもんだっていうふうに思ってるところもあると思うんですよね。でこれを多分ねそのまだご理解いただいてない、ね、初心者の方ってたくさんいると思うんですよね。まあ、こういうことも含めて少しずつでもね、一気にって言ってもなかなか難しいので、まあ今回の印刷、まあ初めてトライされる方は、初めて自分のものが印刷されるっていうことも多分この出てきた時に驚いてね、自分の作品がどういうふうに表現されるんだっていうのが、あのインクジェットじゃない本当のこうなんていうの、自分がやってるプロの世界の印刷ってのはこういうもんだっていうのを体感していただける意味では非常にいい機会だったかなと思うんですよね。また次回もねこういう企画を立ててねやっていきたいと思うので、また、これからもね楽しみにしててください。今日はありがとうございました。